こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。今日は、ハッピーカムを飛び出し、そして日本を飛び出し、ハワイへ来ています。ハワイで大人気の、フラワーショップジェントルビーストへ、ようこそ。ハッピーカムの動画閲覧コースで、受講し、そして たくさんね、学びを深め、ハッピーカムでプライベートレッスンにも、通い続けてくれている、なんとハワイから毎月通ってくれています。その、ジェントルビーストカイ君のお店にお邪魔しています。今日はハワイにいながら和バラのブーケご紹介したいと思います。はい、和バラみやび、すっごく大きいんですね。日本の和バラでいつも手にしているこのみやびの2倍ぐらい大きいんではないでしょうか。そしてこのバラの特徴は、外側のお色と内側のお色がもう全く違うんですね。どちらの色もとっても素敵なんですが、咲く前のつぼみの状態では柔らかいピンクを帯びているんですが、開き出すとグッとアンティークなお色が表情を見せてくれます。そして瞳、なんとももうフリフリのふわふわ柔らかい、瞳ちゃんっていう感じのイメージですね。香りはそんなに強くはありませんでした。はい、スカビオサ、日本のものと違って、ハワイで手にするスカビオサはすごく面白くって、なんとじゃじゃん、こんな感じでストローのような、面白くないですか。サポーターに巻かれています。そしてとってもロングな利休草、ハワイで利休草が手に入ることも非常に珍しく、ジェントルビーストならではの、この流通ですね、コネクションっていうのかな、すごくね、本当に珍しいものが、手に入ります。はい、スノーボール、アジサイ、そしてクレマチス、ミントです。非常に爽やかないい香りがします。はい、では和バラ2種を使ったハワイで和バラのブーケ束ねてみましょう。本当にふわふわフリフリ、ハワイのお花というと非常にトロピカルなイメージのものを連想されると思うんですね。そしてハワイの、市場、仲卸さんであるとかにも非常にたくさんの、トロピカルなお花がたくさん並んでいます。ですけれども、ジェントルビーストカイ君はたくさんのね、美しい世界中のお花をハワイの人にも見てほしいという熱い熱い思いを持っていて、自分でいろんな生産者さんに掛け合い、独自ルートで仕入れの方をしています。すごいですよね。そうやって自分で開拓をしていくっていう、そのね、熱意、本当にハッピーカムのレッスンを受けてくれた時の思いだったりも、本当に胸が熱くなります。かわいいよね、大輪すごい大きいですね。もうデデンって感じ。
マウイ島の、ピンクッションであるとかダリアであるとか、こちらのね生産者さんもたくさん品質のいいものを作られているんですが、ジェントルビーストの特徴としては本当に世界中のお花が手に入ります。近隣のであるとかよくお花屋さんが手にしているっていうものに限らず、世界中のお花を取り扱っているのが非常に特徴的だなと思います。すっごいふわふわフリフリ、ハワイのね市場に行くととっても本当にトロピカルなお花ばっかりで、こういったクレマチスであるとかっていうお花は一切出回りません。なのでずっとハワイで過ごされている方、もしくはお花が大好きな方たちは、そういったこの繊細なお花であるとかハワイでは見られないようなお花がジェントルビーストでは見れるって言ってすごく人気なんですね。やっぱりそうやって熱意を持ってこだわり続ける、でそれが一度二度ではなくてずっとそれを継続するっていうのは本当に何事においても大切なことだし、非常に思いが深くないとできないことだなと感じますね。から森口でとかね、大阪で日本で当たり前のように手に入るものは、こちらではすごく、4倍5倍ぐらいのお値段で手に入っ、かかってしまうっていうこともあるんですね。あとは、輸入するリスクっていうのも非常に多くあるようです。なので同じフローリストとしてそういったリスクを吹き飛ばしてというか、本当に思いで動けるというのは本当になんか私たちもすごく刺激をもらえますね。すごいババラ綺麗、なんか強さがあるね、こっちのお花は。そしてリキュウソウもすっごい立派。ちょっと葉っぱがたくさんつきすぎているところは少しこう間引いてあげて軽やかさを出したいと思います。わわらもすごくパワフルですが繊細さをね、でも取りすぎるともったいない、だけれども動きを邪魔してしまうようなところは引き算をしていきます。こんな感じで、で今回は、日本から、生徒さんたち50名と一緒に来たんですけれども、総勢50名、一緒に来て、今さっきですねレッスンを終えたところです。すごいパワフルだった、楽しかった、もう本当にみんながスペシャルいい笑顔でしたね。そのハワイのパワーとジェントルビーストカイ君のパワーとミックスでね、本当にたくさんの人がハッピーになってくださる、そんな時間を一緒に過ごせて私もとっても幸せです。はい、キュルリンとリキュウソウも踊らせて、ちょっとわばらをキュッと上にキュッと、この花びらの後ろ側もちょっと見えるぐらいに出しましょう。ここがポワーンとしてるのも可愛いよね。よし、素敵ですね。はい、ここをちょっと取りましょうか。ここもちょっと取りましょう。はい、完成です。
バーバラ2種のブーケ、プリプリふわふわ、ハワイでお花をぜひ、ジェントルビーストで、チョイスしていただいて、そしてハワイ滞在、ハワイでのホテルステイもお花のある生活をお楽しみください。はい、ではカイ君です。ジェントルビーストのカイ君、アロハハワイで待ってるよ。待ってますよさよなら、さよなら。